どうも、小村です。ロックマ X4 やっていきましょう。ゼロ編やっていきます。はい、これは新しくゲームスタートでいいんやろね。いやー、ゼロをメインでは初めて動かすね。やっていきましょう。アニメーション、なんかアニメーションも変わってるらしいんですけど、変わってるね。お昼寝中かな。誰でしょう。誰だ。わしの最高傑作。ドクター・ワイリーか。あんた誰だ。倒せあいつを。わしの敵、わしのライバル、わしの生きがい。行け。そして破壊しろ。あいつを。ゼロってドクター・ワイリーが作ったんや。待て。知らんかった。フォルテみたいやな。わー。何回想だ。誰の記憶これ、ね、めちゃ不穏な映像流れてんやけど。緊急事態発生、緊急事態発生。廃棄中のイレギュラーハンターは直ちに集合せよ。あ、またあの夢か。ロボットって夢見るんやね。なら脳の奥底になんか仕込まれてるんかな。ゼロ、あ、もう立ち方が気取ってるわ。かっけー。ゼロってなんで髪の毛あんな長いんやろうね。絶対邪魔やろ。イレギュラー発生。イレギュラーは最新の兵器でスカイラ軍を占拠。この軍隊はレプリフォースと思われる。ここら辺の流れは多分一緒やと思う。分かったら出撃する。うわー、かっこいいわ。はい、やっていきましょう。 BGM 違う。おしゃれになってる BGM が。あ、バスターじゃない。近接攻撃なんや。へえー、ちょっと難易度上がってそうやな、これやったら。最近ね、ロックマン X ダイブっていうね、ソーシャルゲームがね、リリースされたんですけど、僕も一回動画にしたんですけどね、僕のね、ロックマン X ダイブね、まだ始まってないんですよね、動画にしたけど。もう、リリースされて4日間ぐらい経ってるんですけど、ずっとリセマラしてるんですよ。推しのね、シエルちゃんがね、全然出てこないんですよね。マジで40回ぐらいリセマラしてるんですけどね、出てこないんですよ。もう最悪この左の画像の女の子のアイリスちゃんでもええかなと思い始めてるんですけど、シエルちゃんとアイリスちゃんね、ピックアップされてるはずやのに、出てこないんですよね。シエル、アイリス、ゼロと X の4人がね、ピックアップガチャになってるんですけどね、出てこないんですよね。X は1回出てきた。ゼロはなんか知らんけど6回ぐらい出てきたんですよね。ゼロに愛された男、コマラです。あねーもうねーシエルちゃん欲しいからな。もうゼロ来た時ちょっとな、うわーって思うな。ちょっとゼロが嫌いになりつつあるね。ゼロ編やる、今からゼロ編やるんやけどな。ドラグーン。14部隊のハンターはなぜここにいる。まずいぞ、ゼロ。さっきのイレギュラーが動力炉を破壊した。これ多分ドラグーンが破壊したってことやねんやろな。ドラグーン裏切るからね、ネタバレしちゃうけどね。何、それではこのスカイラグーンはもうすぐ地上に激突してしまう。そうだ、下の町ごとコッパみじんだ。急いで何とかしなくては。もう手遅れだ。俺はすぐに脱出する。お前は無茶をせず退避するんだ。いいな、退避しろっていうのは多分本音なんやろうな。戦いたいと思ってるからな、ドラグーンは。そう、このままスカイラ軍が落ちたら多くの犠牲が出てしまう。ダメだ、間に合わない。ともかく下に降りよう。諦めない、早かった。はい、ワープする瞬間すらちょっと後ろ姿見せるっていうかっこよさね。国家下の町か、ひどいありさまだ。クソ、イレギュラーめ、許さんぞ。 OK、 やっていきましょう。やーねー、なんか知らんけど、ハロウィンイベントまで始まってしまったしな。 X ダイブ早くやりたいんや今日な。可愛い女の子キャラが出てきてくれたら嬉しいんですけどね。 OK、 最近ね、話全然変わるけどね、最近雑談動画で映画館で後ろの席になんかめっちゃおしゃべりする中学生2人組が来て、うざかったわっていう話したと思うんですけど、あれでね、ちょっと言いそびれたエピソードがあったんですよね。
あのね、来るっていうホラー映画見てたんですけど、そこでトイレで幽霊に襲われるっていう、多分一番、おお、アイリスちゃん、わ、かわいい、アイリスじゃないか、知り合いなんや、大丈夫か、ゼロ助けに来てくれたの、そうだしっかりしろ。前回はね、X 編の時はこの時ただボス戦が急に始まっただけじゃなかったっけ。いや、カーネルがいたんか、ちょっと覚えてへんな。強大なイレイラが突然襲ってきて、ここを動くのアイリス、すぐに蹴りをつけてくる。この舞台は本当にデブリホースなのか、どれのこと、悩んでる暇はない、すぐに奴を探さなくては被害が大きくなる。アイリスちゃん、ゼロ編はヒロインいるんやな。はい、あのね、その来るって映画でね、めちゃくちゃ怖いシーンになった時に、後ろの中学生がね、あの陽キャの方の中学生が、うわー怖い怖い怖い、俺もう画面見れんとか言い始めたんですよね。あ、後ろの席のやつら陰キャと陽キャの2人で見に来てたんやけど、で陰キャの方が大丈夫大丈夫ってなだめるんですよね。で陽キャが、あかん、ちょっと見つめ合おうぜとか言い始めるんですよ。2、3秒経った後に2人とも笑い始めて、俺らめっちゃアホやわははとか言い出すんですよ。あれがね、めちゃくちゃうざかった。思い返すと面白いけどね。ただ映画の一番緊迫したシーンであんなことやりだすからね、あれはちょっとね、マジでうざかったなっていうエピソードをね、ちょっと前回言いたかったんやけど言い忘れた。映画中に見つめ合うってカップルかよっていうね。カップルデートで映画ってよく聞くけど、2人で映画見に行って何が楽しいって思ったけど、ああいう楽しみ方できるんやなっていう。ゼロ、久しぶりだな。カーネルさん、妹が後ろにいましたよ。カーネル、お前なぜここにいる。妹のアイリスを伝わるので、妹のアイリスを助けるため急いで駆けつけたのだ。アイリスは無事だろうか。後ろにいますよ。アイスなら大丈夫だ、さっき俺が保護した。そうか、すまんなゼロ、一つ借りができた、借り作っちゃった。カーネル、お前に聞きたいことがある。ここを襲ったのはお前の部隊なのか。何を言っている。我々レプリフォースも急いで駆けつけたのだ。もう分かってるよカーネル君、裏切ること。ここで暴れていた軍隊はレプリフォースではない。お前たちにイレギュラーの疑いがかかっている。なんだと。ひとまず武器を捨て、俺と司令部まで来てくれ。ふざけるな、軍人に武器を捨てろだと。いくらお前の頼みでもそんなことできるか。ここら辺の流れ一緒やない。イレギュラーと認定される。何とでも言えばいい。我々レプリフォースは軍の誇りを捨てるより戦いを選ぶ。だいぶもうあれやね、思想が危ないねこいつら。さらばだゼロ。待てカーネル、俺の話を聞け。なぜこうも争いは続いてしまうのか。このままではレプリフォース全体が本当にイレギュラーとみなされてしまう。結局ね、レプリフォースも全滅するから割と最悪の結果やねっていう。ゼロ編やっていきましょう。おお、アニメ。これ演説かな。ここは一緒か。我がレプリフォースの勇敢なる兵士諸君、ジェネラルがデトロイトみたいなことするんやね。やっぱ大筋は一緒やねんな。うんうん。アイリスちゃん、ダブルとかいう可愛げのないキャラと比べたらだいぶマシになったな。アイリス、なぜここに。兄が、カーネルがクーデターを起こしました。分かっている。お願いです。兄さんと戦わないで。こう。きっと何かの間違いなんです。デプリフォーサーはすでにあちこちを占拠している。俺はハンターとして彼らを止めなければならない。ゼロ、出撃する。アイリスちゃん、これは知ってるよ。アイリスちゃん、ちょっとなんか、あのキャラクターの顔いまいちやな。言っちゃ悪いけど。よし、じゃあ左上のこいつから行きましょう。いやこのステージからコメントを返していくんですけどね、コメントをまとめる前に一回リセマラしてきたんですけどね、 X でできたな。もう X と0はいいよ。アイリスかシエルちゃんでできてくれよ。はい、やっていきましょう。犬派ですか猫派ですか。猫派ですね。どちらかというと、どっちでもいいけどね。正直犬も猫もどうでもいいけどね。猫耳つけてる女の子可愛いんでね。まあ犬耳も可愛いよね。まあどっちでもいいね。
でも猫耳の似合う女の子が好き。はい、まあ犬耳に似合う女の子も好きやけどな。どっちでもええわ。可愛かったらどっちでもええわ。小村さんがスライムになったら誰の服を溶かすんですか。とりあえずコウモリランちゃんやな。一番怒られへんから。ほぼ自分やしな。あー、ゼロやったらあれか。ないんか。あれ。強化ポットみたいな。あ、ライト博士の強化ポットみたいな。ないんやな。リーグオブレジェンドのスマホ版やってる？あれね、やりたいんですよね。なんか、時間がないというかね。最近マジでちょっと待って。ゼロ難しいな。近づかなあかんから結構リスクあるし。毎日投稿してるしね、なんかいろいろやることいっぱいあって、なかなかね、できないんですよね。やりたいとは思ってる。一回どんな感じなのか見てみたいしね。1日10回全校してる小村さん、ちなみにどんな全校してるんですか？毎日投稿してるしな。もうこれで100回分ぐらいの全校に入るやろ。あと毎日汗水垂らして働いてますからね。あ、そこら辺のニートと違って働いてるんでね。それも全校に入ると思ってるから、普通に10回ぐらいはしてると思う。一番大きな怪我や病気は何ですか？僕、病院にお世話になるほどのでかい怪我はしたことないんですよね。病気も一回喋ったぐらいの、原因不明の高熱で一回入院したぐらいで、それよりでかい病気とかなったことないかな。結構健康体やと思ってる。ゲームと実況ってカットしてるところめっちゃ繋がってるけど別撮りなの？編集、別撮りなんですか？編集がうまいんですか？これね、別撮りではないんですけど、まあ編集も僕普通だと思うんですけど、結構僕噛んだりとかめっちゃしてるんですよね。カットで隠してるけど。で、例えばね、家永麦ちゃんが好きってセリフ言うとするじゃないですか。家永麦ちゃんが吸って噛んでしまった時に、一回こうやってね、ステージを逆走するんですよ。で、言い直して家永麦ちゃんが好きって言うんですよね。こうすることによってカットが楽になってちょっと上手く見えるっていうね。ちゃんと喋れてるように見れるっていう。だからね、皆さん気づいてないかもしれないけど、僕めちゃくちゃ言い直してる時とかあるしね。そういうごまかしをして多少は見やすくしてると思うけど、基本的になんかゲーム実況中にカットが入った瞬間は僕が噛んだ時やと思ってください。なんでね、結構噛んでるよ。本当はカットなしで見せたんやけどね。マジでなんか耳障りレベル、今もねちょっと噛んだんですけどね、マジで耳障りレベルで噛みまくる時あるからね。はい、まあね、この画面の左から右足まで戻ってたからな。はい、流星のロックマンやったことあります？やったことないんですよね。ロックマンエグゼで止まってしまったな。任天堂 DS を僕買うタイミングが結構遅かったからね。その DS 初期に流行ってたやつとかはあんまやってへんな。てか DS をそんなやってへんけどね。小村さんはちゃんちょくんがイレギュラー化したらどうする？そうやね、とりあえずなだめるね。ちゃんちょくんそんなことしたらあかんよって。ちゃんちょくんが目の前で人殺しててもちゃんちょくんそれ良くないよって僕言うと思う。ちゃんちょくんが僕を殺そうとしてきたらもうやむなしやけど、やっちゃうね。ちゃんちょくんをやった後にちゃんちょくんを頑張って修理する、そんな感じ。あれね、僕に危害を加えへんたら、説得で済ませるけど、ちょっとね、ちゃんちょくんが攻めてきたらやっちゃうしかないね。変な癖とかあります？最近、ここ1年ぐらいでね、首をちょっと、ゴキって回すの。回すっていうかね、首を鳴らす癖ついてしまったな。これはね、ちょっとね、僕のね、唯一呼ぶラドベ作家のね、成田良吾さんっていう小説家がいるんですけど、その人はね、よく首をゴキリと鳴らすっていう表現を使うんですよね。多分1冊に10回ぐらい使うと思うんですけど、それでなんか意識し始めてからなんか真似してしまってね、
首をなんか回してゴキって鳴らしちゃう癖になりました。ゼロ、やはりお前が来たか。なんか知り合いらしいね、この二人は。スパイダス、お前レプリフォースに。ああ、今はギリラ部隊の隊長だ。今からでも遅くない。クーデターは取りやめろ。俺はレプリフォースを信じる。行くぞ。ここを通すわけにはいかんのだ。結構雑魚キャラっぽい声してるよね、こいつ。はい。結構ボス戦近接武器はやりにくいんちゃうって思ってしまう。ああ、ちょっと強いな。あーっと、むずっ。痛い話になって、やー。あー、やめて。大丈夫か、これ。あぶねー。あと1駅。やられちゃった。ここを通すわけにはいかんのだ。だるわい。ゲームの収集要素とか、PS4 のトロコンとかってそこまで興味ないタイプですか？ゲームの収集要素はね、割と必死になって集めたりするんですけど、まあある日急に興味なくなって集めるのやめたりとかするから。 PS4 のトロコンに関しては全く興味ないかな。一覧とかもあんま見ないしね。ただトロフィー取れた時はちょっと嬉しかったですよね。このピコンって出る感じ。 Steam の実績とかもね、取れた時はちょっと嬉しかったりする。そんな感じかな。シャニマスで印象に残ったこれは読んでほしいってコミありますか？アルストロメリアのイベントのやつが僕めっちゃ良かったと思う。アマナちゃんがね、中木さんの好きな雑誌のオーディションに出るやつ。会社の方針でね、八百長しなあかん状態になるんやけどね。その状態で中木さんが私も出たいとか言い始めて、どうしようっていう話。やつがあれがね、めちゃくちゃ感動した。シャニマス一番感動したかもしれない。わあ、いったー。めっちゃ食らったんやけど、こいつ近接難しいな。映画のベスト3教えて。ベスト3ね、一番好きなのはターミネーター2なんですけど、はい、2番目以降はね、その日のテンションって変わるから、その時覚えてるやつとかで変わるから。今パッと出てくるのはね、鑑定士顔の見えないラインってやつが面白かったね。あれは良かった。3番目はまあアベンジャーズエンドゲームでいいかな。今僕の中で出てきた面白いやつトップ3がこれです。まあちょっとアベンジャーズ進めるのは僕良くないと思うねんな。シリーズ多いからな。まあ、ターミネーターもそうだけど、でもターミネーター2だけでも面白いしな。雷神劇、地上にて必殺技ボタン、電撃エネルギーで離れた敵に対して有効な技だ。はい、というわけでゼロ編一つ進めましたという感じでね。ゼロ編難しいな、近接やから。カットしていいけどね、6回ぐらいやられたね。あと質問一つは知っとくか。小村さんか小萌蘭ちゃんの歌ってみた動画で予定ありますか？ありません。ちゃんちょと小村のゲーム部屋なんで、小萌蘭ちゃんちょっと長時間声出せへん体やからな。小村さんは、まあ、興味ないかな。予定はないです。でも急に、わからへん。急になんか、歌ってみた上がるかもしれんしね。全くそんな予定ないし、やる気もないけど。可能性はゼロではないとだけ言っておきます。ほぼゼロやけどね。多分溜まってるコメント全部読めたはず。はい、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。